あどけのないその笑顔に惑わされてためらわれて幾度となく言いそびれた本当のこと今話すは少し寒いあなたの部屋向かい合って見つめ合ってもしかしたらこれが最後思い出さえ意味をなくすおね気にしないで優しさだけ求めたけど優しさでは足りなかった誰が悪いわけじゃない